ということでですね、今ね、出かけてるんですけどもですね、はい、雨降ってて、電車に乗るのが億劫だなって思う人も多いと思うんです。そうね。それを今回、どうせなら僕たち企画にしちゃいます。はい。今回はタクシーを使ってですね、はい、タクシーの運転手さんいるじゃないですか。その方とお話をして、あらかじめこちらで決めておいたワードを言ってもらえるまで降りることができないという企画をやっていきたいと思います。せーの、上限はそれ何円まで、そのワードを言うまでですよ。ワオ、だからもうね、目的地に着いても降りれないっていう、タクシーの運転手ウハウハ企画だ。もう個人経営だったらウハウハよ。はい、ワード決めよう。なんて言いますか。じゃあ YouTube じゃない、あ、YouTuber。 知らないよ、 YouTuber って言葉。 YouTuber か。 YouTuber まだ知ってるけど、 YouTuber って言葉はね、知らない人多いから。確かに YouTube じゃなくて YouTuber。 YouTuber に行きましょう。じゃあ YouTuber 言うまでタクシー降りれません。やっていきましょう。シッシしっかり雨やんでる。雨やんでしっかり電車に帰れる。まあでもこれ企画なんで、傘さしてる人は一人もいない。いるーけどやんでる。風車がなかなかないね。そうね。でも結構大通りなんで、タクシーの通り率はめっちゃ高いんで、多分もう、あ、もうすぐ、はい、来ました。さあさあ、どんな方だ。あ、めっちゃ怪しんでます、カメラを。シッシ、こんにちは。こんにちは、すいません、よろしくお願いします。とりあえず、ちょっと新宿の駅の方まで。はい、何口の方ですか。いろいろ、南口から来るか。あ、もう新宿駅なら、どの辺でも大丈夫です。雨すごいですね。雨だとやっぱりタクシーとかも結構捕ま人いますよね、乗る人。降り始めはいますけどね、長く降るとしてなくなるんですね。あー結構大変ですよね。無口なタイプ。あいや雨すごいっすね。全然もう降ってない。ね、今映画見てきたんですけど、映画とかってよく見ますか。何十年も見たことないです。最後見たのってちなみに覚えてます。最後ね、10年前ってなったら、なんだろう、ゴジラとかかな。今もやってるわ。よかったですか。よかったです。なんか今日友達の映画、友達が出演してて、その映画に、はい、それで見に来たんですけど、すごいね。そういうのでしたらぜひ見ないといけないですよね。そうですね、友達そうなんですよね。ネットに動画上げてる子で、ネットの動画とかって見ますか。いや、利用したことないです。あー、ないっすか。はい、もうガラケーと思うんだ。あ、ガラケーないですね。レアですね。ガラケーとかだと、なんだろう、動画サイトとか見れないですよね、あんまり。ニコニコ動画とかしてます。YouTube とか。そういうの本当に疎いですよ。あ、疎いんだ。あ、疎いんだ。YouTube って見たことあります？でも。ないです。あ、ないんだ。言葉自体はよく聞きますけど。どういう言葉聞きます ？LINE とかなんか。LINE ね。ああ、LINE、Facebook、確かに。スマホ用語ですもんね、なんかそういうのだと。そうなんだ、やばいな。なんかヒカキンさんとか聞いたことありますか。ないです。 あ、それもないんですね。いやー、でも結構周り見てません？ YouTube とか。そうかもしれませんけど、なんかそういう世界にいないですよ、私自身。あ、そうなんだ。あんまり興味ないんですね、動画は。そうですね。なんか今、その動画を使った新しい職業とか出てるじゃないですか。あ、YouTube を使った、何件でしたっけ。YouTube、 もうそういうところ全く知らない。これ全く知らないですね。なんか今いるらしいんですよね、 YouTube っていう動画サイトに動画を上げて生活してる人たちがいて、その人たちなんていうか知ってますか、予想で。 YouTube、 本当にどういうこと。普段関心持ってやってないもんですから。あー、わかんないです。でもどんな感じになるんだろう、 YouTube が。仕事だったらプレイヤーだからね。PR だよね。運転手さんって職業何点になります。タクシー乗務員っていう風になるんでしょうね。あ、英語で言うと、ね、英語で言うと、そうですね、ドライバーじゃない。あ、ドライバー、ドライバー、ドライバーって考えると、YouTube ってどうなりますかね。
まあ、そこの質問がちょっと理解に理解できああドライブで言ったらどうなんかしてんのか。ドライバー YouTube ドライブで運転する人ドライバーじゃないですか。ただ YouTube はYouTuber そうです。最後まで見てくれてありがとう。なんとかタクシーの運転手さんに YouTuber って言ってもらえたね。若干反則のような気もするけどよしとしましょう。明日のスカイピースはテオ君と人生初めてのガチ喧嘩をしたので話し合いをしました。それではお楽しみに。ピースそれです。おろしてYouTuber って言われるみたいですね。せこないちょっと